あれ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 、待ってくださいよ。第1位が、第1位が今日は女優ランキング発表していくぞ。皆さん、広瀬すず vs 橋本環奈、この動画が投稿されなくなってから何日の月日が経っただろうか。僕はどういう動画にしようか考えていた。だが今日、橋本環奈と広瀬すず、どっちが人気か本当にわかるぞ。お前は最後まで見とけ。今日は芸能人または女優の中で、まあ、女性ですね、視聴者にランキングを取りました。まあ、これはあくまで僕の視聴者の話なんですけど、日本全土というわけではないので、僕の視聴者というわけなんですけども、女優ランキング15人、まあ、もっといたんですけど、まあさすがに多すぎるので、第15位から発表していこうと思います。ターベーションさあ行きましょう。第15位は西野七瀬、票数218票、西野七瀬さんですが、こちらは乃木坂46、元乃木坂46ですね。第14位は斎藤飛鳥、これも乃木坂じゃないかい、票数249票。いやでも斎藤飛鳥俺めっちゃ好きだよ。なんで14位みたいな、いや俺からしたらもっと5位ぐらいなんだけどみたいなね、感じですかね本当に。第13位は本田翼、票数263票。いや本田翼可愛いで、あの今グルナイでね、グルナイでレギュラーに選ばれたけど、本田翼ガチ可愛いと、マジでいいっす。第12位はドルルトン、長野メイ、票数324票。いや長野メイは俺結構好きな方。長野メイは、まあ、確かに賛否両論分かれるというか、まあ、好きな人もいるし好きじゃない人もいるんですけど、僕は好きですね。はい、インスタグラムもフォローしてます。はい、よっしょ。第11位はドルルトン、池田エライザー、票数459票。いや池田エライザ第11位という、あれちょっとやはりここはエロでは勝てないポイントが出てきたって。まあ池田エライザさん結構可愛いですけどね、まあ、ただ違うランキングをつけたら1位になりますよね。はい、何とは言いません。第10位はドルルン、石原さとみ、票数492票。はい、石原さとみさん、まあ僕はどっちかっていうとまああんまりタイプではないか。めちゃくちゃ可愛いですよね。はい、いいですね。第9位は荒木優子、票数578票。本当にごめんなさい、僕そんなに詳しくないんです。すいません、荒木優子さん僕知らなかったです。今日から知りたいと思います。ありがとうございました。第8位はドルルッテン、モリーナナ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 ナノクエン、票数588票。ということで、森七菜さんがここで来ました。これ新人というか新人じゃん。いや今年結構来ると思うんですよ森七菜さんはね。えラストレターもうものすごっつえぐいぐらい最高でしたから、はい、森七菜さんは来ると思います。あれ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 、第7位あれ、第7位はヒュルルヒュルルセスズズ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 ズ宮春美、広瀬すずさんです。はい、票数633票。はい、あれ広瀬すずさん最近人気落ちた。いやでもね、この前見た CM のやつだと俺も3位ぐらい、広瀬すず。いやめちゃくちゃ可愛いからね。だからちょっと第7位っていうのはちょっと不満ですね。まあしょうがない。第6位は荒垣結衣、票数658票。ごめんなさい、アンチを言うわけじゃないんですけど、僕あまり荒垣結衣さんあんまりタイプじゃん。もう申し訳ない申し訳ない、もう人にはその人には様々な好みがございます。本当に申し訳ない。リーガルハイか、リーガルハイ確か荒垣結衣さんですけど、あれ良かったね、結構良かったわ、面白かった、いいっすね。はい、第5位いきましょう。第5位は浜辺美波、736票。最近来てるね浜辺美波さん、最近来てるね、確かに確かにね。いや
人気がこう上がってきてんじゃないかなって感じですね。橋本環奈さんとあの浜辺美波さんのあの CM、 あれ最高でしたね。第4位は福原遥か、あのマインちゃんって言われてる人ね。775票。確かに可愛い、めちゃくちゃ可愛い、確かにめちゃくちゃ可愛いが、俺的には森田の方が上だ。まあそれはまあ俺の好みなんで、はい、ここのあれには関係ないですけど、まあたくさんファンもいらっしゃると思うんで、本当に申し訳ないですけど、まあ人にはそれぞれの好みがあると、まあいうことですわ。ただまあランキングで分かったね。結構人気なんだね。第、3位は、吉岡里帆。票数1039票。いや、聞いたねー。ここで来たね、吉岡里帆。いや、吉岡里帆さん、最近俺めっちゃ来てるんですよ。吉岡里帆嬉しいね。嬉しい、3位嬉しいわ。ただ、女子受け悪いっすよね。吉岡里帆さん、なぜか女子受け悪いんすよね。あの男性は好きな人めっちゃ多いんですけど、女子受けはなぜか吉岡里帆さん悪いという謎のよくわかんないですね。僕はめっちゃ好きなんですけど。はい。第2位行きましょう。第2位は、今だ。みおー、票数1527票。正直に言います、今田美桜は本当に可愛い。サイ&コウノスケもう本当にいい。あの服、博多弁か、の CM があるんですけど、惚れました。本当に最高ですね。はい、ということで、ランキング以上で終了です。ちょっと待った、ちょっと待ってくださいよ。第1位がいるじゃないですか。第1位は、もう分かってるよね。もう分かるよね。もうこんだけもう、この15位までいないんだから。もう分かるじゃん。もう言わなくても分かるよ。言っちゃったろ。ドゥルル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 伝わったかな。橋本環奈さんです。1620票。堂々の第1位じゃないですか。え、リアクション薄いって。なわけあるかい。今押さえてたんだわ。橋本環奈はだってさ、もう1位とかそういう問題じゃないじゃん。だってもう1000年に1枚の写真見たか。あれ、あの性格見たか。あの性格で、あの顔で、あの面白さ、文句ないです。もうだって可愛いし、もうだって可愛いし、だってもう性格面白いし、演技も上手いし、何、今年もう映画出すぎじゃねっていうぐらいもう映画決まってるんだから。何、もう何作品出てんの。もう人気すぎじゃねー。あ、はい、文句ないです。文句ある人出てきなさい。あのね、文句ある人、橋本環奈を知らなすぎだよ。橋本環奈を知らずにそうやって文句言ってんじゃないわよとかね、言おうと思ったんだけど、人には人のね好みがあるってさっき言ったから。いや、ブーメランやないかい。そこで怒ったらお前、それのその特徴はお前ブーメランやないかい。僕は誰が好きであろうと人の自由だと思います。ただ第1位に来てくれたことに関しては本当に僕は嬉しいです。はい、ということで、女優ランキング、まあ、こちら2019年かなの最後ら辺に取った表なんで、まあ、2019年の1年間では、この第15位までは、この人たちが、まあ、入選したということになります。はい、すいません、文句だけは言わないでください。これは僕の視聴者の票なんで本当に申し訳ないですけど、あのこの発表されてない女優の中でこの人めっちゃ可愛いよとか、この人めっちゃ好きなんだよとか、いう方がいらっしゃったら、ぜひぜひコメントで教えてほしいです。僕もそんなに女優知りません。有村架純さんってあんまり最近あれなんですね、人気が落ちちゃったというかあれなんですね。まあ、確かに昔の方が、まあ、良かった気もするしちゃしないですけどね、もうちょい上だと思ってました。はい、まあたくさんね、今新人若手がどんどん出てきてますから、まあ仕方ないことではございます。はい、はい、ということで、チャンネル登録、高評価、コメント絶対しないとブクロー。で、はい、次回の動画もぜひぜひご覧ください。ブイ、次回の動画をしっかり見といてくれよ。君も大事な視聴者。